空気の中にまで香りが漂っています。やはり芝居の後はチコガンに来るのが一番ですね。ん？あなたもウース師匠の料理が好きなのですか？万民堂の黒瀬続きの唐辛子煮込みは熱々でピリ辛ですので、喉には少々良くなく、残念ながら私はあまり食べられません。それに狭い路地に位置しています。やはり私は開放感のある外のお店の方が好みです。海東鎮のお店に行ったことはありますか？あそこのチコ魚焼きは本場の味ですよ。三杯酔いと万民堂もいいお店ですが、串焼きを食べるならやはりそこが一番ですね。軽やかな風、熱々の炭火、そして飲み物早く行きましょう。チコ魚、新鮮なチコ魚。おや、これは運座頭じゃないか。しばらく来てなかったが、いつもと同じでいいかい？いえ、今日は友人との付き合いでここへ来たので、まずは豚肉の油炒めを一つ、それとおすすめの串焼きをお願いします。チコ魚焼きはとりあえず2本お願いいたします。1本は唐辛子少なめで、もう1本ははいよ。チコ魚焼きはすぐにできるから2人とも少し待っててくれ。飲み物はどうする？飲み物は趣味で作ってるだけで、まだ人前に堂々とは出せないんだがな。でも運座頭は串焼きを食べるとき飲み物と組み合わせるのが好きだから、いつも彼女には試飲してもらってるんだ。それじゃあお二人さんともお茶でいいかい？それとも他に希望は？何か新商品はありますか？そうだな、新商品なら隣の当省から牛乳をもらったな。あとこの間モンドから来た商人にそこで流行ってるものを聞いた。ミルクティーとかなんとか言ってた。俺も作ってはみたんだが評判は普通でな。まだ人様に売れるような域には達していない。牛乳とミルクティー、喉に悪いでしょうか？少し試すだけなら大丈夫ですよね。あなたはどうですか？何か飲みたいものは？はい、ではまずはそれでお願いします。それから、それぞれ一つずつお願いします。全部試してみたいので。あいよ。それと熱々のチコ魚の完成だ。ごゆっくりどうぞ。さあ、熱いうちに召し上がってください。この温度に冷たい飲み物を組み合わせるとちょうどいい口当たりになるんですよ。満足しました。残るはこれら飲み物だけですね。それぞれ一つずつ頼みましたが結構残ってしまいました。はい、私はまだ飲めますが、飲んでみたらなんだか少し味が足りないというか、普通の飲み物とあまり変わらない気がします。お客さんの口に合うように味をあっさりめにしたのだと思いますが、いっそのこと中に具材を入れてみるのはどうでしょう。そういえば鍋遊びを聞いたことはありますか？残りの飲み物で鍋遊びをしましょう。私が自分の感覚で具材を中に加えますので、何を入れたのか当ててみてください。安心してください。出来上がった飲み物は均等に分けます。変なものは入れませんよ。細かい点は気にしないでください。隣のお店で具材を準備してきますので、心の準備ができたらやってみましょう。それでは準備を。あ、盗み見はダメですよ。できました。まずは私が試してみます。美味しいですね。ではあなたの番です。
表情管理ですが、それに特に変わったものはありませんでしたよね。味も悪くなかったでしょ。ではどんな具材を入れたか全部わかりました？大正解。どうやらあなたには飲み物を詳細に分析する才能があるようですね。また今度新たな組み合わせに挑戦してみましょう。そう、例えば伝統的な飲み物を使ってみるとか、召喚炉や倍増節で飲み物を作ったら一体どんな新しい味がするのでしょう。考えるだけでワクワクしますね。役に入り込むとは、劇中人と自身の似た一面を引き出してみせること、そうおっしゃる方がよくいます。そういった観点からすれば、役者と役を結びつけるのは間違っていることとは言えません。しかし私が持っているのは舞台上の姿のみではありません。舞台上は舞台上であり、舞台裏は舞台裏でまた別なのです。私を素っ気ない人だと思っているような手紙ももらうことがあります。そのため手紙を返すときはより慎重にならなければなりません。時々食事会に参加することもあるのですが、そのときはずっと心の糸を張り詰めたままにしています。ご飯、飲み物を飲んだばかりです。急に変なことを言わないでください。まあいいです。あなたは真面目に言っているようですし、それに免じて多めに見てあげましょう。とにかく人とは千の顔を持っています。いつも同じ一面だけを見ていると、その人自身のことを見失いがちになるのです。もし今夜こうしてあなたと出かけて話をしていなかったら、私もあの有名な旅人さんが飲み物を真剣に品定めする顔を見ることはできませんでした。真面目？舞台に立つときはそうですが、舞台裏では私のことは劇を演じられる普通の友人だと思ってください。普通の友人はこういう日に記念として何を残すのでしょうか。記念撮影？喜びの瞬間をいつでも思い出すことのできる写真として残すのですか？いいですね。それでは今日の思い出であるこのお店を背景にしましょう。どんなポーズを取ればいいでしょうか。なかなかいい出来ですね。今後この写真を見るたびに今日のことを思い出せるよう願います。少々お待ちを。記念というのなら1枚のみとはいきませんよね。お互いに1枚ずつ所持してこそ記念として残るというもの。この写真はあなたが持っていてください。それから私もあなたのために写真を1枚撮りましょう。飛雲の丘の近くで写真に適した美しい景色を探してきてくださいますか。私は少し準備をしてきますので後から向かいます。すみません、お待たせしました。すぐにわかりますよ。いい景色ですね。光り輝く明かり、並び立つ楼閣、
こんな素敵な場所を見つけるのは苦労したのではないでしょうか。うん、この角度からならちょうどいいですね。ほら、ポーズをとって。目をつぶってください。ほら、早く。準備を。3、2、1。目を開けていいですよ。